石立尾神社とは延長5年の演技式神明帳に記載されている相模国の演技式内社13社のうちの1社で鎮座地については同調に高座群石立尾神社とあるこの社に関しては論社が多く存在するため本校では論社とされる複数の神社を併記している石立尾神社は神奈川県相模原市緑区名僧に鎮座する神社である 桜の権ン様とも呼ばれる。当社は縁起式記載の鎮座地である甲座軍より外側に位置するが、当時は軍の範囲が北西部の相模川沿いまで伸びていたとする説もある。また、創建当初は今の場所よりわずかに西方の海の国との国境により近い位置に鎮座していたと伝えられる。旧来、エボシュガンが礼拝大将であった。この岩と伝わるものが、 明治に入るまで、当社の東方近辺にあったが、中央本線の鉄道建設工事の折に撤去されてしまった。また、この岩から見て当社は、尾っぽの方に位置するので、石立をと呼ばれるようになったとも言われる。王神天皇の御行書所でご造営があったとも伝えられ、天安元年、十五石田の神と司官社に預かったことが、文徳実録に記載されている、国史書斎者である。 演技式では、式内勝者に列した演技式内社であるが、三蔵合戦の災いを受け、a 六十二年社殿全部が火災に遭い、小記録まで消失した。現在の社殿は、教皇九年に建築されたものである。明治六年、社格制定に再始号者となる。九百二十三年、神奈川県国時代十六号により、新鮮平白陵と模新指定神社に指定され、 1948年には神奈川県神社町の県兵士参考神社に指定された。神社名祭町は元気元年に消失したとされ、遺書がわからなくなっていたが、1942年に神社名祭町の訂正が許可され、正式に式内者として国家から認められた。また戦後には古文書によっても証明されたとされる。桂川南岸に鎮座していることから、 式内社調査報告では、地形的に当社が式内社である可能性が高いとしている。また、文化5年と翌年に神技館から献上された平白が今に残っており、実際の証明物としても論者の中で最古のものである。御朱印などをいただく際には、社務所に人がいない場合もあるので、事前に問い合わせ、等をした方が良い。石立お神社は、 神奈川県相模原市緑区佐野川に鎮座する神社である。慶光天皇皇述40年、日本穂高統制の時に持ち切った天岩尾建を東国鎮護のためここに沈め、神武天皇を祀ったのが始まりである。坂上石建は、皇座軍のあがた主で当地の住人であった。第47代住人天皇の天平法治8年に、藤原中丸の乱の時、 乱を沈めた孔によって、孔座、大隅、愛川、多摩、鶴の五軍を賜ったと言われ、石立尾神社の保護者であった。本来は巨石を祀っていたという。江戸時代には、武功省三州から多くの民衆がお参りし、幼児の官武虫よけの祈祷を受けたという。六十二年に、武田信玄が小田原を攻めた時焼かれたが、その後、再建されて、今日に至っている。 平殿、廃殿は1937年に改築されたが、本殿は室町時代の建築様式をよく伝えている。本殿胸札には、天保7年11月事故中、長内市、清自然、石船、近畿とある。神楽殿は、高下年間に建てられたものである。現在、相模原市緑区寄席にある、友も神社が、当社の管理を兼務している。 当神社の拝殿神奈川県藤沢市区下沼に鎮座する広大神宮の境内抹茶。広大神宮の社殿によると、現広大神宮の建立以前に石立尾神社があったとされる。祭神祭礼。ありがとうございます。